ありががとうございいます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は半年以上ぶりの相手へのアプローチトークですね、えー、お答えしていきたいなと思っております、えー、半年以上相手しまとめ演談者に久しぶりのアポをもらう理由はどう伝えればよいですかというご相談なんですが、えー、とまずですね私だったらいきなり電話もしないでメールでコンタクトを取りますね、えー、と,というのも、まあ、いきなりの電話っていうのはやっぱり相手にとっては負担が 負荷が大きいわけですよなので、まずはメールで一言断りを入れて、また会いたいと思ってますって今メールを伝えると。でそれで返信もらえればラッキーですし、まあ、返事がもらえなかったら先日ちょっとメールさせてもらったんですけど、あの改めてっていう形でお話しされるのが良いかなと。 思いますで、まあ、テレアポでもメールでも伝える内容としては、基本的な3つ、ポイント意識してもらいたいなというところで、1つ目が連絡が取れなかったことへの謝罪ということで、えっとすみません、ご無沙汰になってしまって申し訳ございません、えー、っていうようなトークですね、まあ、前回が半年前ですかね、あのちょっと間が空いてしまったんですけども、ぜひまたちょっと改めてお会いしたいなと思ってご連絡させてもらいました、みたいな形で、まずは連絡が取れなかった。 例えば連絡をしなかったということに対しての理由を伝えましょうと。で、まあ簡単な言い訳。 ですねえ。を伝えるんですが、この簡単な言い訳っていうところが、相手のためになる理由になっているっていう表現にしてもらいたいなと思っていて、具体的には、最近ちょっと新しい企画の準備をしてまして、ご連絡がなかなか取れずにすいませんみたいな形だったりとか、えっと、今新サービスの準備を着々と進めさせてもらってるんですけども、えっと、ようやく準備が整ってきたので、あのだいぶ間に出てしまったんですけど、ご連絡しましたみたいな形で、要は連絡が取れなかった理由っていうところが、今の話でいけば 新サービスの準備とか、新しい企画の準備みたいなことで、何かやってたんだっていうことをです、ね、伝えてほしいということですねで。もっと言えばですね、何回かご連絡したいなっていうことは思ってたんですけども、ちょっとバタバタしてましてみたいな言い方をしてもらうのも良いかなと思います。要は、相手のことを忘れてませんでした。あなたのことを忘れてませんでしたよっていうことと、まあ、あなたのためになるまあ何かいいことがありそうな。 言いい訳をしておくととうことですねでその上で最後ぜひ改めてお会いしたいと思ってご連絡させていただきましたっていうトークが良いかなと思います。なので、連絡が取れなかったまあ謝罪、連絡がしなかったことに対しての謝罪と、えー、簡単な言い訳、これはあなたのため、相手のためになるっていうことがちょっと期待できそうな投稿をしてほしいと。 ということと、最後ぜひ改めてお会いしたいということをご連絡しましたということで、えー、と伝えるべきは一番大事なのはまた会いたいという気持ちなんですけども、この3つを意識いただくことによって、これメールでも電話でもですね、意識いただくことによって、再アポ、再アプローチができる可能性が高まるかなと思いますので、えー、ぜひ参考にしていただければと思っております。本日は以上です。営業チャンネル 本日もご覧いただきましてありがとうございました、えー。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、えー、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひ、えー、チャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、えー、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。